はい、こんばんは。40分遅れの、番組になりました。大変でしたね。もう、疲れました。ソフトに慣れるまでちょっと、はい、しょうがないですね。ちょっと何すんの、もう、やたらと、マーシーは噛みつきまして、今日は、今さっきまでおとなしくしてたんですけどね、がぜんなんか、番組が始まったら、目が冴えてきて、はい、じゃあ、40分遅れで番組を今日もお送りしたいと思います。はい、今日は公演ですが、先だって僕が岐阜の少年鑑別所で、家族向けに30分ほどお話をしたんで、それをビデオで撮って、皆さんに見ていただこうという、そういうことで番組を、はい、急遽また変更しました。はい、すいません。じゃあ、そういうことで、じゃあ、行きましょうか。はい。はい、よろしくお願いします。はい。誰か家族相談室の資料を取ります。今日は皆さん聞いていただきまして、お招きいただきましてありがとうございます。で、この話は YouTube でまた見られるようにしておきますので、また皆さん機会があったら見ていただければというふうに思います。あるいは他の方にご紹介をいただければというふうに思います。で、今日の話はですね、依存症と家族ということで、何か話をしてくれということで30分ほどいただきましたので、どれだけ話せるかちょっと自信がありませんが、お話をしてみたいと思います。相談室で、以前精神病院に勤めてまして、岐阜の病院で、3年ほど、それから愛知県の豊田の方の病院で30年ぐらいかな、勤めてたんですけども、病院ではどうにもならないなということを実感しまして、相談室を立ち上げることにしました。家族への支援っていうのがやっぱり大事だなということを思ったんで、ダルク家族相談室という形で、相談室を立ち上げました。で、支援してくださる方が何人かいらっしゃいまして、もうかれこれ15年になるんですけども、皆さんの支援で運営今日までしてきています。で、家族が変われば本人も変わるというふうに常々僕は思ってまして、この考え方視点でですね、支援をしていくということがとても大事だなというふうに思います。で、今日はそのことを少し中心にお話をしてみたいと思います。以前から家族が変われば本人も変わるということは専門家の中でも言われてるんですが、家族がどう変わるか、どうしたら変わるかというようなことで、いろいろなんか療法だとか何とか教室とか何とか会とかいう、いろんなプログラムやがあったりしてますけども、いろんなことを僕も精神病院でやってきましたけども、効果ありませんでした。で、本題に入りますけども、そういうことで、まずは依存症という病気がどういう病気があるかということ、先ほど沢木さんのお話の中にもありましたように、1のところでいろいろ挙げてみました。仕事中毒だとか仕事依存症ですか、それからセックス依存症とか頭壁クレプトマニアという病気ですね。それからリストカットだとか摂食障害とか虐待だ、それからネット依存ですね。これで殺人事件や放火事件が起きたりなんか、テレビのニュースで出てきてます、出てくることがあるんですけども、家族とのトラブルで事件が起きたりしてるようです。それからピンク依存症って、これは日本でもアイドルの人たちの中でピンクが色が好きな人がいるみたいですね。で、自分の部屋もピンク色に染めちゃうって、で自分の頭もピンクにする、着るものもピンク、車もピンク、ペットの犬までピンク
ピンクにしちゃうという、何から何までピンクにしてしまうという、あのそういうあのピンク依存症というのがあるそうです。それから整形依存症って、あのいろいろ、まあ、あの韓国あたりでいろいろなんか流行ってるという話が聞くんですけども、あの整形依存症っていう病気もあるそうです。まあそういうことはいくつかいろいろこの他にもあるんですけども、あのその依存症の根っこの部分ですね、まあ、みんな同じだって佐々木さんの話の中で、お感じになられたと思いますけども、一緒なんですね、あの根っこでは。で何が共通することかというと、まあ、薬物症の人は薬物なんですけど、薬物や行動や感情だとか、がですね、あのコントロールできなくなってしまうのがこの病気の依存症という病気の特徴だということですね。アルコール依存の人の場合はアルコールがコントロールして飲めなくなってしまうという、そういう病気があるんですね。でこれはあの酒を取り上げれば、酒のない国に行けばあのアルコール依存症が治るかというと、そういうことはないんですね。そういう一種の、まあ、あの昔ではですね、あのアレルギー体質だというふうに言われてる、あの精神科もいました、精神科医もいらっしゃいましたけども、そうだなというふうに思います。薬物依存症もやっぱりあの体質的にあの治す方法はないということですね。で、その、アルコール依存症だとか薬物依存症というのは、大概からその自分の気分を変える道具としてあの薬を取り入れるのに対してですね、そういう化学物質を取り、依存性のある化学物質を取り入れるのに対してですね、他の、 あの依存症というのはあの、五感の刺激を使ってですね、脳内麻薬をあの自分の中でですね、あの使ってあのコントロールが効かなくなってしまうという、そういうふうあの病気だというふうに僕は思っています。これはあの、性依存症、セックス依存症の人に、回復した人に僕はあのその話をしたら、その通りだっていうふうにおっしゃってました。であの脳内麻薬というのはあのいろいろあのホルモンであるんですけども、中でもあのベータエンドルフィンというあの多幸感をが得られる薬なんですね。鎮痛薬としても使われあの効果があるそうですけれども、あの医療用麻薬の 6.3 倍の効果があるそうです。で、あのこの、 あの例えば皆さんでも怪我した時すぐ痛くないですよね。血が出てるってもどこであれしたのか分かんないのに後で気が付くという、あのあれが多分あのこのベータエンドルフィンのあのおかげだろうというふうに思うんですね。でそういうふうにあの脳内麻薬をあの繰り返し繰り返し使っていくという、あの五感をあの視覚だとか聴覚だとかですね、味覚だとか痛覚だとか、あのそういうあの五感を通してですね、刺激を自分の体に与えることで、あのホルモンを脳の中のホルモンを放出してあの気分を変えるという、そういうなんかからくりがあるみたいだというふうに僕は思います。で、3のところですけども、薬物依存症、まあ、にかあの例えてお話をしていきますけども、あのこの病気がこう進行していくというのと回復していくという道筋がですね、みんなこれはあのいずれも皆さんあの本人がですね、やっぱり通過しないとやっぱり立ち直れないみたいですね。であの黒い数字 と、白丸 の、 あの数字とが書き分けてあるんですけど、黒い方が、悪化していくプロセスなんですね。で、この、 あのプロセスを皆さんあの経過をしないとあの病気からの立ち直りができないというふうに思います。であのこういう経験がやっぱり必要なんですね。で自分の力でどうにもならないという、そういう実感があの大事なんですね。あの離婚すればいいとか別居すればいいとかね、追い出せばいいとか、なんか脅したりいろいろやればなんかあの、もうあの意地悪を皆さんがですねすれば、本人はポリですしない、やめてくれるんじゃないかというふうに思うことがよくあるみたいですけども、そういう方法ではよくならないんですね。であのまあ後でお話しますけども、自分の力ではどうにもならないなという実感をですね、
する時期がやってくることが必要なんですね。でこれは回復した人たちのお話を聞いてるとやっぱりそういうお話を皆さんされるんですね。刑務所にも何度も入った、病院にも何度も入ったということで、ある日突然なんか自分の力でどうにもならないなということに気づいて、でなんか次のステップにこう行くという、そういう体験を皆さんなさってるようですね。ですから自分の力でどうにもならないなという実感が早くやってくるにはどうするかという問題、皆さんがどう関わったらいいかということがミソだというふうに思うんですね。で、その後ですね、本人が良くなっていくプロセスですね。これは立ち直った人たちのそういうメッセージがやっぱりまずは届くことだと思うんですね。自分の力ではやめられない、どうにもならないというふうに思ってるだけではやっぱりトンネルの中でもがいてるのと同じで方向が定まらないですよね。で立ち直ってる人たち、あるいは薬がやまってる人たちの回復 の途上にある人たちのメッセージをと出会うと、やっぱりあこの人たちのようにやってみようっていうなんか本人にでとってですね手がかりになっていくというふうに思うんですね。まあ、そういう意味でいろいろダルクだとか、NA だとか自助グループでですね、イベントを開いたり、それから体験集が出てたり、それからネットでも皆さん出てる方もいらっしゃるんですけれども、まあ、そういうメッセージを、あるいは病院だとか刑務所にですね回復途上の皆さんがメッセージを運んでいらっしゃるのはそういうことだというふうに思うんですね。で現にやっぱり辞めてる人たちの姿を見ることで自分はなれないかということを前向きの考え方にですね、自分の病気の回復のことを取り組むようになっていくというふうに思います。で、まあ、それと同時にですねもう少しやっぱり薬が止まるようになるにはですね実際にこうミーティングに行くっていうこと、薬をやめてる人たちのですねミーティングに出ること、ダルクのミーティングに出ることだというふうに思います。まあ、そうすることでですね病気はすぐ良くはならないくてもですねまずは薬が止まるようになると思います。だいたい毎日ミーティングに行くと3ヶ月ぐらいで止まるようです。アルコール依存の人たちもやっぱりそういうふうに思います。で薬が止まるだけでなくてですね、ミーティングに行くことによって自分が病気だなっていうことが受けられるようになっていきます。専門家があなた病気だって、依存症だとか薬物中毒だとか言っても本人はそんなことはないというふうに否認を続けることからですね解けるようになっていくと思うんですね。でこれは専門家の力では否認を解くことはできないというふうに思います。でミーティングに出ることが一番大事なことだというふうに思うんですね。で、から回復が始まるのはですね獣医のステップというプログラムがあるんですけども、その回復のプログラムをやることで回復が始まっていくというふうに思います。であと、まあ、皆さんとの和解がですね、最後にどうできるかということが回復の最後の課題として出てくるだろうというふうに思います。まあ、こんなふうにですね11のステップでを通してですね、このいずれも回復したい本人がですね回復途上のどの段階にいるかということによって皆さんがどう関わっていくかということ関わり方が必要だというふうに思います。で、依存症の特徴っていうのを、まあ、一口で挙げるとですねいくつかあるんですけども、まあ、ここで思いつくのを挙げてみたんですけども精神病院や内科の病院で入院してもアルコールや薬物が止まらなかった人がいます。僕も散々精神病院で見てきました。でやっぱり僕はこの相談室をですね立ち上げる力になった方はですね病院で酒屋さんの親父さんだったんですけども、酒がやめられないからどうしたらいいかって本人が実はやってきたんですね、相談に乗ってくれって。で僕はもう帰りがけの時間が
時間になってたんで、まあ、適当に切り替えて、まあ、家に帰ろうと思ってたんですけど、まあ、あんまり長話はせずに、とたまたまそこに男子会という会の例会がその日の夜あるということが分かってましたので、一緒にその彼と一緒にその例会に行ったんですね。でそれから彼は酒をやめるようになったんですね。一升瓶の空瓶を車の後ろにいっぱい積んでですね走ってるんだけども、それも酒もそれで止まっていったんですね。で僕は不思議だなというふうに思ったんです。精神病院でどうにもならない人たちがなのに入院治療もしてないのに霊界に行くだけで酒が止まるって、しかもそれは酒屋さんの親父さんだっていうですね。当時は酒屋さんの親父さんだったら酒を商売してる職業はもう店を畳まないと酒はやまんないよっていうふうに専門家の中でも言われてた時代なんですね。でところが彼がやっぱりやめてってなんでだろうっていう不思議でしょうがなかったんですね、僕にとっては。でそれはやっぱり霊界というかミーティングというか自助グループの人たちのミーティングの中で彼が酒がやまってたということに教えられたんですね。まあそういうことでですね、まあ、相談室を立ち上げることにしたんですけども、で反省や処罰や解毒治療では回復しないってこと、まあ、時にはですね体がボロボロになっている、あるいは幻覚妄想の状態になっている人もいらっしゃいますので、解毒治療が必要なこともあるんですけども、まあ、基本的には解毒治療や反省や処罰ですね、刑務所に何度入っても逮捕されても止まんないという、そういうことですね。専門家の療法では回復しないということ、僕も精神病院でですね、心理臨床心理士の人たちが一生懸命いろいろカウンセリングをやったり精神療法をやったり、あるいは内観療法をやったりしてましたけども、やっぱり止まんなアルコールの人は良くなったという感じはしなかったですね。回復はした人もいますけども、それは内観の療法というよりは他のことで男子会という両方グループの霊界でですね、皆さん立ち直っていっているというふうに思いました。まあそういうふうで僕は今でもいろんな専門家のなんとか療法というのを言われてますけども、それはやっぱり先ほども少しお話したように否認がやっぱ本人の否認が解けないと療法どんな療法も役に立たないなというふうに思います。療法専門家の行うですね療法が効果ないということでよりはですね、むしろその前にそういう否認を本人の否認を解かないと専門家の療法というのは効果ないんではないかなというふうに思っています。それからで病院での役割ってじゃあ何なのかということ、まあ何度か入院された人もいるかもしれませんけども、病院の役割っていうのはですね、解毒治療とですね、つまり体がボロボロになっている人は健康を取り戻すっていうことが必要なんですね。精神的にも身体的にも健康を取り戻すっていうことと、それからあとはまあ付録みたいなことだと思いますけれども、こうするとこの病気から良くなるよ、立ち直るよっていう、そういう橋渡しをしてあげる、回復した人のとの出会いのまあ一種のお見合いの機会をですね作ってあげる、できれば入院中から自助グループに外出してミーティングに参加するということをするとかですね、ダルクのミーティングプログラムに病院から行くというような機会をですね入院中に知ってもらうということ、まあ、そういうようなことが病院の役割ではないかなって、医療の役割ではないかなというふうに思います。退院してから行きますっていう人は多分大抵退院すると行きませんので、入院中からそういう人間関係をですね、回復した人との人間関係をやっぱり作ってあげるということ、そういうことが大事だというふうに思います。から、
と、まあ、そのようにですね、薬や依存行為をですね、本人も誰の手でによってもやめさせることはできないということ、これは皆さんも実感、そう言われれば納得していただけるだろうと思うんですね。家族の皆さんが努力しても専門家の力でもやっぱりやめさせることはできません。でから、まあ、それはなぜかというとですね、利害関係者、家族や上司、狩猟関係者などもですね、本当に自分が困っててもですね、本人は相談しないんですね。つまりその言えば薬をやめろとか酒をやめろとか言われるし、だからこうなったんだよというふうに責められたりするんで、本人はやっぱり相談したくてもしないんですね。でなかなかそういう意味では皆さんがいい相談相手になるっていうことはできないと思うんですね。本人が薬を使っている時期はやっぱりそうだろうというふうに思います。まあ、そういう意味でですね、利害関係のない人がやっぱりいい相談相手になるんじゃないかなというふうに思います。それから他の依存症にスライドすることもある。これは先ほど沢木さんの話の中にもあった通りですね。それからもう一つちょっと先もちょっと触れましたけれども、この病気が進行していくと否認が強くなっていくんですね。医者が薬物依存症だとかアルコール依存症だというふうに言われてもですね、自分はそんな病気ではないって、たまたまやっぱり使っただけのことでやめようとすればいつでもやめられるとかですね、まあ、そういうふうに否認が強くなっていく、そういう過程がこの依存症にはですね共通することだというふうに思います。それから5番目ですね、依存症の皆さんの家族の特徴ですね。ちょっと痛いことを言うかもしれませんけども、皆さんはやっぱり知らず知らずにですね、嫌おうなしに依存症の本人とこう巻き込まれていってしまうということが起きていきます。ちょうどメリーゴーラウンドから降りるに降りられない、ぐるぐるぐる止まるまで何か行き着くところがないのにぐるぐる、まあ、皆さん本人とですね、悪戦苦闘の毎日を過ごしていらっしゃる、そういう特徴があります。でそれは何でかっていうとですね、不安、皆さん薬物依存症の人はですね、薬をやめればかなり薬が止まればかなり正常にというかかなり日常生活の中でできることはできるようになるんですけども、家族の皆さんが薬を使ってるわけではないんで、じゃあ皆さんが一番なんか問題なのは何なのかというと、不安と恐れと不安の先取りだというふうに思います。でこの不安と恐れと不安の先取りが皆さんの中に起きて、頭の中に起きてくると、もういても立ってもおられないくなってしまうんですね。精神病院に本人が入院しててもですね、抜け出てきて脱走して帰ってきたらどうしようとかね、刑務所におってもなんか本人が満期になったらどうしようって、まだ起きてもいないことをですね、すぐにでも起きるようになんか不安になってしまうって、こういう不安とそれと不安の先取りっていうのが皆さんを苦しめてる根っこの部分で大きな問題だっていうふうに思います。で、それとですね、もう一つ特徴はやっぱりまあ、そういう不安や恐れやですね、不安の先取りが始まると今度本人をこうコントロールするようになっていくという、まあ共依存という話もありますけれども、本人から目が離せなくなってしまうという、まあ、そういうことが起きていくんですね。それから皆さんはまあここにたどり着かれてですね、病気だということを、そういう知識をお持ちになっていらっしゃるんで成長してきたというふうに思いますけども、やっぱり本人と悪戦苦闘でやってる時というのはやっぱり病気と気づかないんですね。薬をやめさせるしかないって、病気から良くなるようにどうしたらいいかではなくて、まずはやっぱり薬をやめさせなきゃいけないというふうに思ってる、それにまあしがみついていくということになるんですね。で、なかなか病気だっていうことをこう気づかないって、で知識ももちろん初めてのことなんで、経験なんで、皆さんにとってみれば初めてのことなんで
病気と言われてもなかなかよくわからないというふうに思います。受け入れられないということもあると思うんですね。だからまあ、その結果ですね、まず薬をとにかくやめさせなきゃって皆さん夢中になってですね、ギャンブル依存の人はギャンブルをやめさせるにはどうしたらいいかって、金を持たせないようにしようとか、カードを取り上げるとか、貯金を金を渡さないようにするとかですね、あの手この手でいろいろなんかやめさせることを知恵を絞られたと思うんですけども、まあ、そういうことを薬を、まあ、薬物依存の人の場合ですね、それをやめさせようというふうに皆さんが必死で考えてらっしゃった、そういう悪戦苦闘をなさってただろうというふうに思います。で、6番目裏のページに行きますけれども、で、依存症に関わる上での禁忌ということで、死者ならないということで、絶対にこれはしない方がいいですよということですね。で、薬物依存の人の薬をですね、探したり保管したり所持したり捨てたりしないということ、まあ、違法薬物だと持ってるだけで思わさんに見つかると逮捕されてしまいますので、いくら名の通った人でもいくら申し開きをしても逮捕されます。まあ、そういうことで薬をですね探したり保管したり所持したり捨てたりとか、そういうことしない方がいいと思うんですね。これ本人との関係を悪化させないためにもそうした方がいいというふうに思います。から反省を求めない、責める脅しはしないということですね。病気と思ってないとやっぱりとにかく反省が足りないとかですね、本人を責めたりですね脅したりするんですね。で逮捕された人は裁判でですね、裁判官が反省の度合いを言ったりですねするようなことが多いと思うんですね。裁判は役に立ちません。ですから、まあ、あれは僕はある弁護士さんにもお話したんですけども、あれは、まあ、法律上の儀式の場だというふうに思って当てにしないでくださいって家族の方に言います。まあ、そういうふうでですね、反省を求めない、反省を面会に行くとですね、本人の反省の度合いをですね皆さん気にしてらっしゃることがあると思いますけれども、本人がもう二度としませんって言うとね、皆さんそうかなというふうに信じたくなっちゃいますよね。で、これはあんまり当てになりません。その場は確かに反省してるかもしれませんけども、薬物依存という病気、あるいは他の依存症もそうなんですけども、それに対するこう渇望が起きた時っていうの、大きくなっていく時にはですね止めようがないんですね。から本人とこう関わってくる時の売り言葉に買い言葉に皆さんがやっぱり上手に巻き込まれていくんですね。イライラしてると何やってるんだとかですね、薬を使いたいのかとかですね、いろいろなんか感情的に皆さんが反応しちゃうんですね。で、まあ、先ほどの中でもあったように、それに反応するとですね、本人もそれに輪をかけてまた家族をイライラさせたり怒らせたりですね、脅したりいろいろ挑発をしていきます。これは他の依存症でも同じのようですね。ですから皆さんがやっぱり冷静になっていることがとても大事だというふうに思います。で、感情的に 反応しないということを言われてて聞いててもですね、いざその場になるとなかなかできないというのはこれはまた別の問題で、知識だけでは自分をコントロール、皆さんの感情を自分でセルフコントロールってなかなかできないんですね。不安や恐れや不安の先取りに長年こう慕って生活をなさってた皆さんがですね、急に冷静になんか感情的になるなって言われてもすぐにはできないと思いますけども、トライアンドエラーでですねがあってもしょうがないですから、まずはやっぱり自分自身が冷静になるっていうことに心がけてくださることだというふうに思います。で、あとですね、約束だとか取引だとか交換条件、仲介、代理はしないって、例えば代わりに病院に
薬を取りに行くとかですね、人から電話がかかってくるとその仲介をしたりですね、あるいはこういう時には今度薬使ったら別れるよってね、脅したり取引をしたりですね、そういうことはしない方がいいですよね。大抵それは裏切られるからしない方がいいということなんですね。から、不安や本人のですね、不安や怒りを刺激するとか、そういうことはですね、依存症者の渇望を高めることにですね、なってしまいますので、皆さんはそういう言動を避けることだと思うんですね。そういう態度を避けることが大事だというふうに思います。それから本人との、日常会話をする上で生活をしている場合ですね、こういうことだけはやっぱりやめた方がいいということを話題としてですね、避けた方がいいということを挙げてみました。お金のこと、貯金がいくらあるかとかですね、結婚いつするだとかさ、そのことだったら結婚できないよとかですね、仕事はどうしてるとか、将来のことを話題にする、そういうことは、そういう話題はですね、本人との日常会話の中で避けた方がいいというふうに思います。それから通報はしない、これは警察に通報しないということなんですね。警察は犯罪者にはしてくれますが、病気のケアは警察では期待してもしてくれませんので、しない方がいいと思います。からしたりするしたことをですね、本人が分かると、本人に伝わると、俺を警察に訴ったというふうにしてですね、本当に根深く恨むようになります。ですから通報はしない方がいいと思います。何か危険が迫った時にはですね、通報した方がいいと思います。ね、危険が迫った時ですね、暴力だとか、器物破損だとか、そういう時に恐れずに110番して方がいいと思うんです。した方がいいと思います。で、警察官が来ればですね、大抵本人の言動でですね、様子で薬だっていうことが関係してるなということをまず疑うと思います。向こうは犯罪のプロです、取り締まるプロですから、警察官に任せたらいいと思うんですね。で、おばあさんがですね、皆さん家族のにですね、皆さんに薬使ってたのかとか、いろいろ薬のことを聞かれるかもしれません。そういう時にはですね、本人に聞いてくださいっていうふうに言えばいいです。本人に聞いてくださいって、この一言でいいと思うんですね。家族の口から口が裂けても本人が薬使ってたということは言わない方がいいと思います。かって言っちゃったっていう人はですね、次の時には言わないようになさればいいというふうに思います。失敗の経験からですね、いい経験に切り替えるためにはですね、皆さんが過去に通報しちゃったっていうこともあるかもしれませんけども、それはこれからはしなければいいと思うんですね。教訓にしてくださればいいと思います。で、おまわさんが来れば、大抵本人の挙動だとかですね、あれで様子で分かると思いますので、任せてください。からもう一つちょっと抜けてたのことで大事なことが一つあったんですけども、皆さんがよく経験なさることでは、薬を使うようになったり、アルコールのことだったり、いろいろこの依存症という病気になったことのですね、原因や理由を探すということをなさるんですね。せいじゃないか、このせいじゃないかとか、全く僕は関係ないと思います。というふうに割り切って考えていただいた方がいいと思うんですね。で、原因探し、理由探しを始めると、もう全てが過去の全てがですね、原因に思えたり、理由に思えたり、からそれだけじゃなくて自分を責めたりですね、他の家族を恨んだりですね、そういうふうにもう止めでもなく広がってしまいますので、
もうあの原因探し理由探し自分の中で何かしてるなというふうに思ったらもうこれ以上考えることはよそうというふうにですね自分の中で何かあのシャットアウトしてくださるといいと思うんですね。気分転換をしてくださることだと思うんですね。まあ例えばそういう時にはですねじっと一日部屋であのこぼっておらずに外へ出てですね散歩をするとか体を少し動かして気分その転換を図った方がいいという思うんですね。切り替えをスイッチの切り替えをしてくださるといいと思うんですね。で、7、8のところですけども大体もう時間が来ちゃってますのでお読みいただいて、くださればと思います。まあ、あの、回復を向かうにはですねやっぱり専門家の力というのはですねあの限りがあります。それからあの否認がやっぱり本人解けてないとですねあの専門家 の治療というのは療法というのは効果ないというふうに思います。で、まあ、家族にとってですねどうしたらいいかということはあの、薬物損傷に詳しい専門家あの、まあ、今日の沢木さんのお話のようにですね沢木さんのような方にご相談なさるといいと思うんですね。それから、家族のための12のステップグループっていうあのナラノンというグループがありますけどもそのミーティングに出るとかですねあのそれからあの立ち止まってる人にですねあの人 あの体験談を聞くっていうこと、まあ、そういうあの先ほど沢木さんの話の中にもあったようにオープン あの集まりにですね皆さん出てどんなふうに皆さん回復していくのかな良くなっていくのかなっていうことをあのこう聞いてくださるといいと思うんですね。それとあの家族と皆さんとの和解っていうのはあの、大事なことなんですけれどもこれは皆さんがあの少しあの、プロ皆さんご自身がこう回復していく中でですね自助グループ にあ のミーティングに行くようになるとスポンサーをあの持ったらっていう提案があるかと思います。であのスポンサーの方とあの相談しながらやっていくことがとてもいいと思いますがでその中であの本人とこう会ったりですねあの今後のことを話し合ったりすることをしたいという思った時にはあのスポンサーに相談してくださるといいなというふうに思います。いろんなあの経験をなさっていると思いますのであの自助グループの奈良のメンバーのですねあの中だからあの皆さんがスポンサーを見つけてあのそのスポンサーと相談しながらあの和解をどう進めるかっていうようなことをあのご相談なさるといいかと思います。ちょっと長くなっちゃいましたけども以上でお話を終わりというふうにしたいと思います。ありがとうございました。はい、じゃいかがだったでしょうか。はい、ダルク家族相談室はですね、こういったあの依存症のですね相談に乗っております。あのまずは電話でご相談してくださるといいかと思います。あの24時間あのまあ今のあの話の中にも出てきたようにあの自分の不安や恐れや不安の先取りにですね自分が持て余すようになったらやっぱりあのまずはあの電話してあの少しあの話してみるとですね自分をあの取り戻すことが少しできるようになると思いますのであの、まああの江戸っ子は酔い腰の金を持たないというけどもあの依存症の家族の方はですね不安や恐れや不安の先取りをですねハマったまま夜を迎えるというのはとてもあの大変なことで辛いことだと思うのでまずは電話してくださるといいかなというふうに思います。まあ、ということでですね、まあ、少しあの、皆さんにあの役立つ本としてこういう本をあの出版していますので特にあの援助者の虎の巻というののですけどもあの家族も援助者の一人でもあると思いますのであのこの本はあの Q&A という形で具体的にどんな時にはどうしたらいいかとあるいはあの病気というのはどういうことなのかということの一つ一つ の, あの
疑問に対してですね、まとめて答えをですね、まとめた本なんですね。で、僕が一人で書きますと字が自賛になりますので、もう一人今日のビデオの中にも名前が出てきたように、各務原病院のケースワーカーの沢木さんとですね、共同で書きました。で、彼女の体験からこういう時はどうしたらいいかっていうようなこと、具体的にですね、皆さんの役に立つような答えをしてまとめてやりますので、ぜひ活用してくださるといいかなというふうに思います。ということで、次回はですね、前回ご案内したように、岐阜座禄のミニフォーラムというのが昨年、ありましたので、それをご報告したいというふうに思います。ということで、今日はですね、ちょっと機械がトラブル、はい、ちょっとして大変でしたが、そうですね、皆さん今日はなんか中止になったんじゃないかって思われたかもしれませんが、なんとか皆さんにお届けすることができました。とりあえずこれ YouTube の方には上がります。メカの中川さんには大変苦労していただきましたありがとうございました。はい、じゃあ今日はここまでということで、はい、お疲れさんです。おやすみなさい。ありがとうございます。はい。